ああ、お前か。え、なんかどうしたどうしたどうした、なんか元気ないよ。どう、お店の方は大繁盛？え、いや、うん。え、なになにこれ、お店本当に今やってんの？どうかした？なんかおかしいよ。どうもしないって、こっちのことはいいから。じゃあ、いや、わかりやすすぎるぜ。あ、テル。何かあったのかも。テル、強がりだから。今ならまだ電車もあるし。よし。先生、すみません。私、休養ができて。これ、行くしかないでしょ。あれだあれ、多分、そんな関わりない人はわからないと思うけど。演技うまいから。もうね、距離近いから二人。すぐわかっちゃうのよ、そういうの。うん、間に合った。まだお店開いてるみたい。あ、お店は営業してたのかな。でもかなり元気なかったよね。あれ？でもなんか静かだな。え？営業終了？だってじいちゃんだってあんなに頑張ってたじゃないか。そんなの納得できないよ。ん？揉めてる？テル？とにかくもう決めたことだ。この店は今夜でおしまい。え？諦めなさい。え？ちょっと待って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 。え？嘘でしょ？今日でおしまい？ちょっと待って。私の職場が、え？私の馬先がなくなってしまう。え？なんで？マスター？お店をそんな、なんで急に？あ、テリュー。だから元気なかったのか。なんでだよ、マスター。なんで、頬染めてどっか行った？頬染めてどっか行った？あ、テル。いや、どうしたんですか？こんな夜更けに。いや、ちょっと聞いちゃったんですけど、マスターなんで辞めるんですか？マスター、テルに電話したらちょっと様子がおかしかったから。それで、ありがとう。テルのやつを心配して来てくれたんだね。え、なんで閉めるんですか？お店閉めちゃうんですか？本当に？聞いていたんですか。そう、今日でサンゴ礁は閉店です。なんで？給料出ますね。給料出ますね。雇用保険とか、ほんとすいません、ほんとすいません。すいません、ちゃんとやります。はい。でも、急に、どうして？年寄りのわがままです。これまで、一生懸命店を助けてくれた、テルにも、あなたにもすまないと思うけど。マジかよ。閉店騒ぎ。みんな知って、これ覚えてたんですね、みんな。あれかな、もう、テルキュンの将来を縛りたくないみたいな。孫の。でもそれじゃテルは納得できないんじゃ。はあ、そうだね。こんなことを頼めた義理じゃないけど、ちょっと、テルを見てやってくれないか。はい、行きます、もちろん。甘え方を知らないだけで、本当はそんなに強いやつじゃないんです。店は僕が閉めておくから。今までずっと頑張ってるのをね、そばで見てきたから。ちょっと待って、でもそれちょっと考え改めてもらえませんかね。もう一回話し合いましょうよ。はい、マジで辞めるのね。なんでテル。いやいやいや、そりゃショックでしょ。このお店のために今までずっと頑張ってたからね。勉強とかも。ねえ、テル。何？大丈夫。何かできることがあったら。別に、平気。まあ、強がんなくていいのよ。私の前では。そんなに強い子じゃないって言ってたじゃん。おじいちゃんも。今まで必死に頑張ってきたんだから。でも、あんまり平気には見えないけど。じゃあ、膝。あ、膝蹴り欲しいってことですかね。いいっすか、膝蹴りで。ムエタイで鍛えた。気合い入れて欲しいってことかな。膝？膝入れてくれってこと？膝貸して。あ、そうですよね。はい。あ、あらあら、ちょっと待って、甘えるの珍しくね。テレキュンがこんなに。
膝蹴り。ごめん、真面目、シリアスだから、ここは。真面目な場面だから。いい気持ち。あ、すげえ。膝、初めての膝。うん、よかった。いや、今まで一生懸命ね頑張ってきたのに、もう今は頭混乱してるんじゃない？俺分かってたよ。気づかないふりしてたんだ。え、そうなんすか？店辞めること？口に出しては言わないけど、じいさん、俺がいっぱいいっぱいなの見かねてたんだ。それで。あ、そうなんだ。やっぱりね、孫のことをね心配して、もう無理はさせられないと、孫の将来を縛れないと、私が。だからもう店は閉めるってことなんだ。本当にすごい頑張ってたんだね。もうギリギリなぐらい頑張ってたんだ。そうだったんだ。なあ、俺できること全部やれたのかな。頑張ってたよ、見てたから。テルは頑張ったよ、一番そばで見てましたから。そうか、もうちょっと。ん？もうちょっと、このまま。少し疲れたんだ。パトラッシュ？パトラッシュ？ちょっとやめて、そのまま召されないでよ。ね。そのままなんか天使に連れてかれないでよ、マジで。ふわーって。やめてくださいよ。全然膝は永遠に貸すけどさ。膝ぐらい永遠に貸すけど、そのままふわーっていかないでくださいよ。大丈夫かな？なんかもう、抜け殻になっちゃうんじゃないの？燃え尽き症候群みたいな。今までね、店のためだけに頑張ってきたからね。その、生きる目標がなくなっちゃったらね、やっぱ心配なんだけど。これからが。テルキュンの。いいよ。ゆっくり休んで。うん。メリークリスマス。お前がここにいてくれてよかった。テリュー、テリュー、これ触っていいのかな。触っていいんだ。よしよししようか。もう少しそうしてて。いや、いつでも永遠にしてますけど。はい。いや、もうゆっくり休んでください。ゆっくり休め。頑張ったよ。メリークリスマス、テル。わあ、こんなクリスマスになるとは。え、大丈夫なんかな。あ、え、これ朝じゃない？ねえ。朝のコーヒー飲めるんじゃないの、これ二人で。朝焼けを見ながら海の。もしかして。だ？あれ、毛布がかかってる。そっか、私寝ちゃったんだ。優しい。毛布かけてくれてる。風邪ひかないように。テル、どこだろう？おはよう。あ、おはようございます。おはようございます。あれ、元気、もう大丈夫なのかな？着替えてるし。テル、おはよう、私寝ちゃって。ああ、うん、その、言っとくけど、俺、変なことしてないから。それで、あのさ、そこに俺のジャージ置いといたから、着替えろよ。来たー。これ、彼氏ジャージってこと？彼氏シャツじゃなくて、これ、彼氏ジャージってこと？で、よろしいのかな？ジャージ？どうして？見せたいものがあるんだ。海に入るんだよ。大丈夫かな？え、早まらないでよ。
早まらないでくださいよ。え、海って、だって今12月だよ。第一水着もないし、そう、ま、やばいやばいやばい。投資する投資。寒すぎて。バイト先サンゴ礁以外バージョンもある。あ、そうなんですね。確かにそうだよね。こう選んでなかったらそうなるよね。俺は責任取って結婚してもらうしかない。そうですね。平気。朝代わりになっちゃうから。貸してやるから。ジャージの上から着れば濡れないし。本当？寒くないよ。本当？急ですけど。え、ちょっと待って。え、本当に大丈夫かな？でも。急げよ。時間がないんだ。入水して大丈夫？本当に。こんな寒いのに。何を見せたいんだ？テル、やっぱり寒いよ。当たり前だろ。何月だと思ってんだよ。寒くないって言ったじゃん。うわ、寒いよ。騙された。ねえ、見せたいものって。暗くてあたりがよく見えないよ。あ、まだ朝じゃないんだ。あ、夜明けなんじゃない？これもそろそろ。ちょっと待てよ。もう少しだから。おお。来た。あ、サーファーになってる。すげえ、サーファー姿になってる、サーファー。なんて言うんだ、あれ。サーフィンのやつ。サーフィンスーツ、サーフィンスーツ。すげえ。あ、見れたじゃん。いつか行ってたやつ。一緒に。ねえ、海の夜明けを一緒に見るって。わあ、太陽が水平線から登ってく。綺麗。ヘルキューも綺麗ですけどね。ああ。こうして海に浮かんでみると、まるで、別の星の夜明けみたいだろ。二人だけの世界ですわ、これ。誰もいない海。あ、でもサーフボード持ってる。え、今からサーフィンするのか？波あんのかな？そうだね。不思議な感じがする。何度見ても不思議で、綺麗だ。だから、どうしても一度、お前と一緒に見ておきたかった。一度、何度でも見よう、これ。ありがとう、寒い思いした甲斐があったかも。海もキラキラして綺麗。いや、テルキンも綺麗ですよ。くっついてろ。ちょっとはあったかいから。キャ。俺、この時間の海が好きだよ。穏やかで、神秘的で、人魚に会えそうな気がする。いるんじゃないかな。目の前にいるんじゃないかな。願いが叶えましたね。やりました、ユーザー。人魚に？ああ。テル、もしかして。そろそろ戻ろう。コーヒー飲みたくなった。来たー。うん。テルのコーヒー飲むの久しぶり。甘い。俺もうバリスタじゃないんだぜ。たまには、お前が入れろ。そっか。よかった。いつものテルに戻ったみたい。ほら、しっかり捕まってろ。ぼやっとしてると、落っこどすぞ。本当に大丈夫なのかな？わあ。あ、これボードに乗ってきたってこと？二人で。二人でボードに乗ってきたのか。ってことなのかな？失礼します。よかった。お前と見られて。最後じゃないよね、これ。もしもし。なあ、これから出てこれないか？え、なになに、いきなり急にデートじゃないのこれ。今から？うん、いいよ。今どこ？え、なに、これちょっと怖いんだけど。なんだこれ。防波堤のとこ。え？急で悪いけど、あんまり時間がないんだ。は？え？なんか嫌な予感がしてきた。うん、わかったけど、出るどうかした？話がある。え？なに？ちょっと待って、怖いんですけど、何これ？このトーンやばいよね。これ絶対いいことじゃないよね、これ。どうしたんだろう。いや、防波堤とか絶対やばいって、これ。防波堤？お待たせ。え？黄昏てる。てるが黄昏てる。ごめん。
急に呼び出して。怖い怖い、何何何。ううん、それより話って。俺さ、戻ることにしたよ。家に、親のところに。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、どこど、え、ん、羽ばたき師じゃないのかな。え、親どこにいるんですか。来たか。あ、あ、え、羽ばたき師じゃないの。どっか行くってこと。ちょっと待って、嘘でしょ。でも確か、テルのお家は、どこなの。ああ、遠いよ。え、ここからは。嘘でしょ。だからさっき、あ、ちょっと早めに卒業証書もらってきたんだ。は、え、何言ってんだ。嘘でしょ、夢かこれは。夢か、なんだ、びっくりした。夢なの、寝てるのかな、キスコは。嘘でしょ。え、一緒に卒業もできないの。え、もう離れ離れになるってこと。遠距離っすか。遠距離ってこと。結婚しとこうよ、もう。じゃあ結婚しときません、ここで。もう卒業証書ってこれじゃあ。向こうで浪人して親が勧める大学に行くよ。え、マジ嘘でしょ。市流大学に一緒に行こうって誓ったじゃん、あの日。え、珊瑚礁は諦めちゃうの。ああ、もともと無理だったんだ。これ以上ダダこねてもみっともないだけだ。え、一緒に二人でお店開こうってあの日誓ったじゃん、夜明けのコーヒーとともに。マジかよ。何言ってんだ、テルらしくないぞそれは。テルキュンなら諦めないだろう。みっともないなんて、あんなに必死で頑張ってたの。そうだ、3年間も意地張ってただけだよ。一人じゃ何もできない子供のくせに。そろそろ大人にならなきゃ。あ、何言ってんだよ。え、一人じゃない、キスコがいるでしょ。ちょっと待って、何言ってんの。テルのバカ、こんなこと言うの。テルらしくないよ。夢を追うあなたが好きだったのに。試練、あー、マジで試練じゃんこれ。アンニャさん、夢を追うあなたの横顔が好きだったのに。そんな。じゃあ、じゃあ俺らしいってどんなだ。お前は俺の何を知ってる。え、なんだよそれ。どういう、え、何を知ってる。それは全部は知らんかもしれんけど、頑張ってる姿も知ってるし、いろんなテルキも知ってるけどな。3年間の知ってるよ、ずっと一緒にいたもん。そうだよね、よく言った、ディスコよく言った。学校ではいい子で通してるけど、本当はちょっと乱暴で皮肉屋で。でも海や珊瑚礁やおじいさんのことを話すときはとっても優しい目になって。そっちが嘘だとしたら。それでもいい。それでもいい。それが嘘だとしてもそれもテルだから。え？学校の俺が本当で、お前と過ごしてた俺が全部嘘かもしれない。え、ちょっと待って、頭がこんがらがるんですけど。いやいや、そんなはずはない、そんなことはないですよ。そんなわけないでしょ、そんな器用にできないでしょ、好きな人の前で。二人で一緒に笑ったり時々は喧嘩もしたけど、そういうことも全部。ああ、ひどいもんだろ。嘘でしょ、嘘だよね、そんな。だから忘れてほしい、珊瑚礁のことも俺のことも。え、マジ。ちょっと待って待って、嘘でしょ。ちょっと待って、振られるんすか私。そんなの無理だよ。頼むよ、耐えられないんだ、これ以上。情けない俺をお前に見られるのは。それ好きってことじゃん、これは好きってことだよね。何を言ってるんだ。テルキュン、お前。情けないとこなんか、情けないテルキュンも全然見たいわけよ。
全部がテルキューなわけなんだから、何を言ってるんだちょっとこっちの思いを舐めてもらっちゃ困るな。テル、マジか、やっぱり立ち直ってなかったんだね。人魚と若者はさ、出会うべきじゃなかったんだ。そうすれば悲しい物語なんてなくて済んだんだ。テル、嘘だろ、何言ってんだよ。マジかよ。さよなら。いやいやいや、ちょ、嘘でしょ。え、は何度見ても辛い、何回でも辛い。ちょ、待って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 、ちょっと待って、さよならじゃないよ。ちょっと、テルが行っちゃった。え、もう会えないんだ。いや、ちょっと嘘でしょ。ちょ、え、待って待って。いや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 、え、魔法解けちゃった、魔法解けちゃったんすかね。ちょっと待って待って、いきなりすぎるでしょ。いやいやいや、ちょっと心の傷がでかすぎるよ、これは。あんなに一緒だったのに。マジか。切り替え早いな、キスコ。あ、そういえばもうすぐ水島さんの誕生日だ。プレゼントどうしよう。買いに行きます、じゃあ。切り替え早いな。キスコ切り替え早いな、お前。よし。さあ、手作りチョコはやっぱりあの人に渡したいんだけど。もちろんテリ君でしょ。はい。どうって渡すんだ？テル受け取ってくれるかな？え、いるの？いないんじゃないの？このチョコはテルのために。イマジナリーテルが来るのかな。こんなところまで来ちゃった。テルもういないのに、聞こえてますか、テル君。あなたは今どの空を眺めてるんですかあなたは今どこにいるんですかねえ。涙が出てきます。せめて思いだけでも届かないかな。あ、お店も閉まってるみたい。やっぱりまだ帰ってないよね。帰ってくるのかな。卒業式だけ帰ってきたりするのか。おじいちゃんはどこ行った。あ、いた。お客さんかな。あ、マスター、マスターどうも。あの、住所教えてもらっていいですか。あの、お家のご両親のテル君のあの実家の住所教えてもらっていいですかね。行くんで、今からタクシーで20万ぐらいですかね。10万ぐらいで行けるかな。マッシュ、いやー、お久しぶりです。その後お元気でしたか。はい、あのまだ未払いの給料もらいに来ました。はい、暮らしっぽい。あ、今のナレーションがってこと。はい、あの、私、テルのやつはもうここにはいないんだ。それは知ってるね。はい、知ってますけど、でもこの思いはまだくすぶってるんです。私の中で諦めきれないんです。好きなのにこんな風になるなんて嫌です。はい、でももし帰ってたらきっとチョコなしじゃ寝ちゃうだろうと思って。ちょっと待って、投げるやん俺。キスコ、お前ってやつはやばい。ちょっと今うるっときちゃったわ。そうか、今日はバレンタインデーだ。ありがとう、テルのやつを好きになってくれて。マスターが閉めるって言わなかったらこんなことには嘘です、すいません。私今片付けをしてるから散らかってるけど、よかったらお入りなさい。あ、いいんですか。テルの部屋がまだそのままなのかな。あの、お店を閉めた本当の理由を教えてもらえませんか。うん、テルのやつはね、小さい頃から本当に強情で見えっ張りで
変わってないんだね。ん？どんなに辛いことがあってもみんなの前ではケロッとしてるんだ。そのくせ人がいなくなった夕暮れの浜でよく一人で泣いてた。マジか。だから僕は学校と店でクタクタになってる姿をあれ以上見ていられなかった、うん、本当に限界まで頑張ってたんだね。あれ以上言ったら潰れてたかもしれないって感じなのか。そうなんだ。それを全然見せなかったんだね。すごいな、テル君は。マスター、それじゃあやっぱりテルを見かねて。どんなに図体が大きくなって生意気を言うようになっても僕の中ではいつまでも涙をこらえてる意地っ張りのちびすけなんです。テルが聞いたらきっと怒りますね。本当だ。でもね、どうやら僕は思い違いをしていたようだ。どういうこと？店を畳めば諦めると思ったんだが、そうじゃなかった。僕を置いて歩き出してしまった。ん？テル、お店のことは諦めるって言ってたよね。あれ、諦めてないのか。若者はみんな成長します。周りは置いてけぼりを食うように感じるけど、それは仕方がない。でも置いてけぼりは寂しいです。そうだよね。そばにいたいよね、好きな人。あなただって成長してます。もう立派な娘さんだ。泣きべその女の子じゃない。ん？あれ冒頭のやつ。なんだ、なんかもう全部わかってる感じじゃないですか、マスター。なんかお見通し系。テルのやつはきっと帰ってくるさ。こんな素敵なお嬢さんを置いてそうどこかへ行けるもんか。あ、ですよね、マスターね。え、あ、まさかあれか、これがトリガーになってるってこと？ちゃんと渡せば来るってこと？じゃあ渡さなかったら来ないのかな、もしかして。もうそのまんま一生会えない感じになるのか。そんなことないんですよ、マスター。やだ、そんな。照れちゃうか。帰ってきたらすぐ連絡するから、もう少しの間でいい。信じてみてやってください。はい、信じます。私はテル君を信じます。ありがとう、マスター。ちょっと希望が持てました。あ、すごいところに立ってる灯台。あ、すごい、灯台に来たよ最後。なんで来たんだろう。灯台の伝説、再び出会えると信じた二人。あ、なるほどね。もう信じてきたわけだ、テル君のことを。なるほど、伝説にかけたんだね。頑張れキスコ。地球ギニギに感謝したのはキース。感謝ですよ。いや、ここでいたらめっちゃエモくない？いてくれるのかな。信じたら私もあの人に出会える。あ、扉が開いてる。来た。ひょっとして、うん、入ってみよう。さあ、いけるか。人魚姫と王子の伝説のように。二人は再び会えるんでしょうか。行こう。地頭とは。来た、人魚のやつ。あれ、あそこにかかってる絵は。かわいそうな人魚と若者のお話。王子じゃないんだ、若者なんだ。じゃあ、この灯台は、やっぱり伝説の。あ、いるのか、その先に。運命の人が。誰もいないんだけど。誰もいない。夕日綺麗だな。来た？来た来た？やっぱり、そうだったんだ。綺麗な夕日、潮風の匂いも、海の色も。あの時と同じ。あ、記憶が。どうして泣いてるの？記憶が蘇った。あの日の頃の、ちっちゃい時の。
どうして黙ってるの？ねえ、君は人魚なの？人魚？ちゃんと口が聞けるね。どうしたの？お父さんもお母さんも見つからないの？迷子？迷子になったんだっけ？ちっちゃい時にね。こうして渚で出会った若者と美しい娘は恋に落ちました。マスターや、マスター。娘は口が聞けませんでしたが、若者は気にしませんでした。娘の穏やかな海のような瞳は、言葉よりもたくさんのことを語っているようでした。あ、もうこの時に一目惚れしちゃったってことなのかな、てるきゅんは。どうして口が聞けないの？あ、これおじいちゃんが話してくれたのか。娘は人魚だから、あ、人間の姿の時は声が出ないんだ。じゃあもうおじいちゃんとも会ってたんじゃん、ちっちゃい時に。これおじいちゃんがてるきゅんとキスコにちっちゃい時に絵本を読んできて読み聞かせしてくれてたんだ。影があるもんね、あそこに2つ。こら、先を話しちゃダメじゃないか。このじいさんマスターやったんや。ごめんなさい。心ない村人にそのことを暴かれてしまった人魚の娘は、海に帰らなければなりませんでした。二人はさよならの代わりに口づけを交わしました。この海でいつかまた会えることを信じて。切ない、切ない、切ない恋物語ですわ。それからというもの、若者は来る日も来る日も海を眺めて過ごしました。そしてとうとう決心して月夜に船を漕ぎ出しました。若者が帰ることは二度とありませんでした。二人を哀れに思った村人たちは灯台に火を灯しました。暗い夜も帰ってきてくれるはず。テル君は、てるきゅんは帰ってくる、きっと信じてる。二人はまた会えたんだよね。それはわからないんだよ。マジかよ、そんなのかわいそう。だってそういうお話なんだ。でも僕ならきっと見つけるよ。お、本当？うん。だから顔を上げて。口づけだよ。この海でまた会えるように。テリュー、テルキュン。いやー、完全に記憶が蘇りました。はっきりと顔が映ってる。ショタテル。え、じゃああれなんだ、ファーストキスじゃなかったんだね、あの事故中は。こういうことですか。二度目のキスだったんですよ。あ、だからセカンドキス。ああ、そういうこと。そういうこと。これはうまいですね。なるほど。懐かしいな。テル、今頃、どうしてるかな。ちゃんと卒業しなきゃ。テルはもう、いないんだから。来てくれるはず。でも、会いたいよ。そうだよね、そりゃあんな形で終わりなんて。スー、遅いんだよ、お前は。来た来た、来てくれました、皆さん。王子が来てくれた、若者が帰ってきたよ。やったよ、来た。テル、会いたかった、会いたかった。制服着てる。セカンドキスってそういう伏線だったんだ。うまいね。いやー、来たよ。さっき、
飛行機で着いたんだ。学校に行ったらもう卒業式終わっててさ。あ、そんな遠いんだ家。いや来てくれたじゃん。あ、いや来たんじゃないこれ。黙ります、すいません。お前がいるからきっと見つけるって約束したから。許してほしい。俺がバカだったんだ。せっかく見つけた人魚の手を離すなんて。忘れるもんか。お前と離れていてもずっと俺会いたくて会いたくてどうにかなりそうなくらい。やっと分かったんだ、ちっぽけなプライドなんて捨てればいいって。格好悪くたって情けなくたってしょうがない。だって俺はこんなにお前でいっぱいだから。もう迷いようがない。それが本当の俺なんだから。なあ、俺はどうしようもないくらいガキで無力で間違ってばかりで、それなのにお前はいつもバラバラになりそうな俺を必死で捕まえてくれてたのに。離れてみるまで大切さに気づかない丸気な俺を。だから俺がするべきことはお前の手を取って見つめて心から気持ちを伝えることなんだ。誓うよ、もう二度と離さない。だからこのままずっとずっと俺のそばにいてほしい。ああ、いいですね。いやーいや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 。いやーありがとうございます。ありがとう。ありがとう、さあ生きてる。使ってくれましたよ。いや、いいね。もう話さないってさ。行きましょう。ここはもう、これしかない。サードキッスで。サードキッスだな。行きます。キッス。じゃあ、お前も、あの日のこと。おーおーおーおお、やっと言えた。言えたじゃねえか。話さないよ。くぅくぅ、ずっと一緒だ。なあ、お前に預かってもらいたいものがあるんだ。なに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 。そう、手出せよ。おお、鍵？ああ、サンゴ礁の鍵。お、マジ？お店の鍵だ。お前に持っていてほしいんだ。またいつかサンゴ礁を開けるようになるまで。プロポーズだよね、これ。諦めてなかったんだね。諦めるもんか。時間はかかるかもしれないけど。これでこそテルキュンよ。バイトしてたって、大学に行ったって、やれることはきっとある。できることから始めればいいんだ。そうだね。
そしていつかその日が来たら、その鍵で一緒に店を開けよう。だからなくすなよ。はい、もう食べます。これ胃の中に入れときます。消化するか。消化できるのかな。なあ、もう一つお前に言ってなかったことがあるんだ。なになに。お前が思い出させてくれたんだ、さっきさ。まあ、やっぱりやめとく。なんだ、気になるね。なになに。教えなさいよ。じゃあもうちょっとこっち。お、ほら。お、これはまさか。俺もずっと前からお前にこうしたかったってこと。お、おーおー、いやいや来ましたね。キュンですわ。幼い頃一度だけ出会い、そして再会を誓ってくれたテル。あ、自分で押すんだ。彼と交わしたキスの魔法に引き寄せられるように、私たちは再会した。約束のこの海で。なんでロマンチックなんだよ。卒業後、テルと私は一緒に一流れ大学に進学。あ、よかった。よかった。一緒の大学行けたわ。合格しました。テルは今、経営の勉強と資格を取ることにハマってる。前と違って勉強することを楽しんでるみたい。余裕できたのかな、ちょっと。それを言ったら、そういうことは分かってても口にするなってチョップが飛んできて、相変わらず佐伯チョップ。でも全然痛くなかったし、照れた顔が見られたからよしとしとこうかな。同じ大学に通い、時間を共有することで、二人の絆はもっと強くなったような気がする。続きのなかった人魚と若者の悲しい物語。これからは、ハッピーエンドの物語として、広大の伝説になるかもしれない。これで新たな伝説が生まれたわけですね、これで。今日、この瞬間から。キャー。あー、終わりました。いやー、ありがとうございます。